グだ。中にクリームが詰まってるプチエクレアで美味しかったです。掘り起こされてて草。鼻はマーブルチョコかな？おう、それをキャラメルチョコでコーティングして止めてるから作るの大変そう。可愛いし今までのミスドポケモンデザインの中で一番好きかも。よく考えたよこれ。次回も期待してしまう。ドーナツの穴からディグダ林発想好き。ちょっとミスド行ってくる。ピカチュウの食べたいけどバナナ味だっけ？バナナ味苦手だから食べられない。ピカチュウ味と思って食べるんだ。カラメルカスタード味らしい。6日からじゃなかったっけ？と思ったがそれはグッズの話でコラボドーナツはもう発売してたのか。光の反射が白目に見えてなんか知らんポケモン出てきたと思った。なかなかのカロリー爆弾だったが美味しかった。